週刊レディオシード、通称ラジダネ、ガンダムシードの情報種まきバラエティ番組ラジダネ。こんばんは、この番組のパーソナリティ豊口めぐみです。そして私と一緒に番組を進行してくれる今週のウィークリーパーソナリティは、先週に引き続きラックスクライン役の田中理恵ちゃんと香川浦麻葉役の新藤直美さんです。思いだけでも力だけでもダメなんです。だからこんばんは、田中理恵です。そしてはい、腹減ったそんなそれ止まっちゃった。こんばんは、しんどなめ。何来るのかなと思って、一応ね、本当にお腹空いたんじゃない。キャラで挨拶待ってって書いてあるから、一応ここは皆さんキャラでやっているところなんですが、あの自分でしょ、今ここはお腹空いたって言ってたもんね。もう多分今日この番組収録中にお腹鳴ると思います。そうですね、はい、先生もう全開で言ってください。わかりました、はい、さあ続いてはシードの世界を独自の視点ですっぱ抜き、あくまで真面目にお伝えするこのコーナーです。シードニュースエクスペ。番組の途中ですが、ここでシードニュースエクスプレスをお伝えします。キラの生い立ちがついに明らかになりました。メンデル内の研究所跡にてラウの口から思いもよらぬ事実が語られました。ラウによればキラは最高のコーディネーターとして響博士の人工子宮によって生み出された唯一の成功体であるとのこと。最高のコーディネーターと評されたキラ、開き直って天狗になったり、クロとオルガ、シャニのような自分大好きキャラになってしまわないか、ちょっと心配です。続いてです。にぎわいを見せていた当時のメンデルの映像を入手しました。遺伝子操作をするにあたり、目はブルーがいいな、髪はブロンドでと医師に相談するわがままな夫婦が映っており、遺伝子操作はかなり細かなオーダーも可能だった様子。ということはラクスの髪がピンクなのは父親であるシーゲルクラインの趣味だったのも考えられ、一見地味なシーゲルクラインも実はファンシーな性格だったのではと噂されています。ムーとラウの衝撃スクープです。ラウが、私は己の死すら金で買えると思い上がった愚か者、貴様の父アルダ・フラガの出来損ないのクローンなのだからなと暴露しました。先週番組内でラウは年齢をごまかしているのではとの疑惑を報道しましたが、正真正銘の28歳である様子。とはいえ最大の謎は仮面の下の素顔、戦闘中も腕で顔を隠すというまさに絶対すっぴんを見せない大物女優のようなラウの執念、実質にスペアを用意していることも発覚。実はこのマスクコスパに発注しているのではと噂されています。はい、もうね、うん、もう本当にねすごい真面目な話 なのに、うん、もうこのラウのね、そうラウのお部屋に行った時にねマスクがいっぱい、しかも同じやつスペアがあるっていうのは面白いよ。すごい向けて、あれやっぱ洗濯できないんですかね。洗濯できないのかな、もしかしたら結構、うん、あのカチカチじゃない？物的にはカチカチでしょあれ。うん、髪とかじゃない？カチカチだと思う。カチカチだよね。シャッとできるのかと思ってた。錆びてきちゃったりする。錆びかな？わかんないけど。もうねそれがすっごいおかしくてしょうがないって。なんかいっぱい同じだ。いっぱいあるって思った。思った。だたまにさ色違いとかさ、うん、柄とかさあるんじゃないかとか気を変えてね。でも一回サングラス、一回じゃないか二回ぐらい。ね、サングラスの時もあったから。うんうん、見てみたい。ヒョウ柄のマスクとかしてた。サングラスでこと足りるんだったらサングラスにすればいいのに、どうしてマスクなんだろう。そうだよね、怪しいよね。趣味なんじゃん。趣味。マスク死体症候群だよ。症候群。趣味だけど。さあ今週もとて出しでお送りいたしました、気になる続きは次回の放映を見てチェックしてくださいね。はい。とまあこんな感じで30分盛りだくさんな内容でお送りしていきます。作ったスタッフが悪いのは分かってる。でもこの番組は地球人をたくさん笑わすんだろ。週刊レディオシード、この番組はビクターエンタテインメント、バンダイビジュアル、ソニーミュージックエンタテインメント、角川書店、メディアワークス、コスパ、バンダイの提供でお送りします。待たせたな、後で俺たちの全てを見せてやろう。なんだ手塚、これはまだまだっすね、ね部長。これは
声楽メンバーの名シーンやライバル校とのハイライトを集めたスペシャル DVD だ。面白いじゃねえの。テニスの王子様 DVD ファンディスク9月26日2枚同時発売。発売中のニュータイプ9月号、表紙&関東特集は人気急上昇宇宙のステルビア、本誌別冊合わせて24ページのフルボリューム、別冊付録はニュータイプ 2000% コレクション機動戦士ガンダムシード、シードトレーディングカードもついてニュータイプ9月号好評発売中。美しいな。はい、とても美しゅうございます。そこまで分かっていてなぜこのガンダム T シャツを手に入れん。コスパ全国に6店舗、渋谷、新宿、秋葉原、名古屋、大阪、福岡、あ、ここはネオ香港です。ならばコスパダイヤル 03-3770-3699 じゃ。ラジダネ。週刊レディオシード、略してラジダネ。改めましてこんばんは、新藤直美です。こんばんは、田中理恵です。はい、こんばんは、豊口めぐみです。さあ、今週はプレシャスローズをね、プレシャスローズだー、そろそろこう音を下ろしてね。いやいや、ちょっとなんだ、はい、みんな静かに。あるいやいやいや、歌うな、ないな、なんだなんだ、この周りは。さあ、なんか最近うちらは、うん、占いにね、そう、大ハマりでね、大ハマり、うん、すごいよ ね。さっきも実はあのガンダムシードキャラ占いみたいな、ね、そうやってみてね。私係だったんだよ。なんでなんでと来たよ。そう、係だった、名前と誕生日と血液型、を出身地か、そう、出身地を入れてやるんだけど、うん、私ね、ラクスだと思ったんだけどね、うん、キラヤマトだった。だったね、いいじゃん、キラで。いや、すごい見られた。てん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 。私はね、マリュウさんだったよ。マリュウよ、マリュウさん、ねね、なんか頼れるお姉さんだって。あ、でもね、頼れるお姉さん。頼らないで、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 頼る、お姉ちゃん、そう、ムカつく。頼る、これからもっと頼る、頼る、中身はかなりだから。えらいことになりまして。そう、なんかガンダムシードっていうか、まあ、ガンダム自体の占いもものすごい、すごいいっぱいあるね。実はサンライズのホームページにもガンダム占いっていうのがあってですね、うん、さっきやったら私はガンタンクだった。ガンタンク、ガンタンクだった。あ、私ボールだった、うん、何、私やってないよ。これもですね、名前、生年月日、血液型、出身地、今入れました、はい、行きまーすって書いてある、はい、ほむほむ、行きまーす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 って。ジオング。ジオングだ。やった、ジオング。これ今ですね、しかもあのキャラクターがこう、なんていうの、何これ、2D キャラでしょうか。 SD? SD? 2D? 何を言ってんの。そうそう、 SD キャラ。今ほら、あのなんかフィギュアとか出てる、あれのやつですね。かわいいよね。そう、かわいい、ジオング。ジオングです。面白いよ。なんか本とかも結構出てる。あ、そうそう、ガンダム占いに関しては本とか出てるよね、うん、ね、そうそうそう、出てる、うん、Windows 版、Mac 版とかいろいろあるね。うん、面白い、もう占い超好き、ね、超好き、やばいよ、うん、もう本当会うたび占いの話してもねえ、ね、この間やってもなんか犬占いとかやったもんね。そうそうそう、もう山手線占い、ね、本当だよ、やってますね、ハマっちゃうよ、ね、女の子はね、占い的だから、そうだよね、そうそう、まあいいとこしか信じないんだけどね。あ、そうそう、悪いじゃん、もう却下。そうそう、なかったことですね。なかったこと。そう。さあ、というわけですね、はい、リスナーの皆さんがいただいた、はい、あのですね、はい、心理テスト、おお、楽しそう、やってみたいと思います。はい、続いてはシードヒロインズに自分でも気づいていない深層心理に潜むシードを弾けさせてもらうために、このコーナーいきます、はい、心理の種、ラクスとかがりすっぽんぽん。なんだこの表現は、うん、そうね、直接的な、タイトルでございます、うん、最近ではシードで一番強いのはキラでもアスランでもなく、実はラクスなんじゃないかって言われて、絶対ラクスだって、リスだからねって、うん、言われるんだ。突っ込んでよ、みんな。みんなそう思ってる、うん、あ、ほんでやっと、もうだから、うん、そうだ、その通りだ。あらな、うん、実はだってほら、ぽわぽわんってしてるから、そうそうそう、何か分からない、怖いだから、ああいうタイプが一番怖い、一番怖いんだよ、一番怖いんだ、そうそう、何するか分かんない。
ないっていう、うん、って感じなので突然凛となってね、うん、命令したりするからね、うん、でも普段はあらあらとか言ってるからね、そうそう、誰も責められない、そうなの、この人には文句言えないやりなさい言われたらはいって言ってしまいそうなねそうそうそう、そんなところもありつつなのでね、うん、さあかがりどんな結果になろうと泣くのはダメですよ、泣いちゃうよさあってことで、はい、問題、これはですね、新潟県のシードネームユアンさんからいただきました、ありがとうございます、人形を作ったあなた、うん、帽子をかぶせて完成です、うん、ではどんな帽子がいいと思う、うん、4択です、はい、A とんがり帽子、うん、B、うん、シルクハット、うん、C 麦わら帽子、うん、D ニット帽、うん、4択です、とんがりシルク麦わらニット、私麦わら、麦わら、 C の麦わら、うん、私は毛糸の帽子、毛糸ニット帽、うん、私はですね A のとんがり帽子でいきたいと思います、はい、うん、さあそれでは答え合わせです、答え合わせ、はい、答え合わせ、これは一体何、これはあなたの SM 度を示します、あなたでSM ばっかりじゃないの、なんそうなの、ファッションの時もなんかなクラブムーじゃないんだから SM ばっかだよもう、あかんなんでさ、行くよ、はいよ、 A じゃあ私、うん、あ、じゃあどうしよう、ないってこから行くか、うん、誰もやんなかった B シルクハットはですね、うん、ソフト S、ソフト S、 ソフト S、 ソフト S、全部ソフト攻撃型、あ、攻撃型、あ、そっかそっかそっか、うん、ソフト攻撃です、うん、じゃあ私 A、うん、いじめて快感 S、 あ、いじめて快感、それは自分がいじめることによって快感を覚える、そうそうそう、超 S、 超 S なんだ、まあ、ノーマル S です、いわゆる普通の S ですね、うん、さあじゃあ次は C、 シンディですね、はい、麦わら帽子、麦わら帽子、うんうん、ソフト M、 おソフト受け身、あ、なんか嫌な予感がするすごい嫌な予感がするけど、ということは B のニット帽を選んだリーさんは、いじめられてかいいか、うん、M、 スーパースーパー M ですよ、スーパー M なんだあ、じゃあでも私とりえちゃんはいいコンビなんだよ、あ、私でもね、いじめられるの好きかも、うん、そうか、うん、その割にはよく私をいじめてるよ、そうだよね、本当だよ、いじめてるよ、どうどう、例えばどういうこと、りえちゃん S、うん、シンディ M って感じだよね、嘘、そんな私いじめた覚えないよ、なんだよ、そんなことないよね、すっげえ笑顔でいつも攻撃するじゃん、アスランとベタベタすんなって NG 出すなって言う、そう、 NG 出したらそのシーン何回も見なきゃいけないんだよ、バカヤローって怒ったじゃん私に、あ、それは確かに怒ったかもしれないごめんそうそうそう、いやいや、え、でもそれはいじめたんじゃないよ、別に、いじめだよいじめなんだ、へこむもん、さあ、どうだったでしょうか、はい、納得いったでしょうか、どうだろうな、 S なのかな、私はなんだ悩んでんのかラジオの皆さん、ラジオの前の皆さんどうでしたか、ラジオでは皆様からの心理テストお待ちしています、盛り上がるからね、うん、こんな心理テスト知ってるよって方はですね、番組までぜひ送ってください、10日に発売になります、私の田中理恵のキャラクターソングアルバム、はい、キャラドリエというアルバムなんですけども、その中からラクスクラインちゃんで水の証アコースティックバージョンっていうのを聴いていただいてます、違うと思ったね、うん、いいね、そうなんですよ、なんかね、壮大だね、より壮大になったね、壮大な感じで、他にも、あ、そうなんですよ、他にもアルバムでいろんな曲が、うん、そうそう、静かな夜にも入ってるし、うん、となんか新曲だとか、あとまあいろいろとキャラクターで歌った曲が入ってます、うん、あ、何？DVD もついてるの？そう、初回か、 DVD もついてるんです、初回の方は DVD がついてて、私が、うん、なんかいろいろと歌ってるところだとかがなんかこうちょこちょこっと入ってたりとかする、プロモとか、はい、プロモですね、はいはい、なるほど、そしてそんな曲も引っ提げつつ、はい、ライブ
そうです、ファーストライブ、うん、ライブドリエが、はい、あの9月の13、14と2日間やります、うん、場所が草月ホールですね、東京にあります草月ホールです、うん、で、お問い合わせの方なんですけれども、うん、共同東京さん03-3498-9999 03-3498-9999 となっております、はい、チケットの方はどうなんだろう、お問い合わせしていただければ、ね、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでお送りした曲は、ラックスクラインで水の証アコースティックバージョンでした。週刊レディオシード、電撃文化10周年2人だけの逃避行の果てにイリアと僕の夏が終わりを告げる、秋山瑞人のピュアなラブストーリー、イリアの空、UFO の夏、全4巻は切ない夏の思い出を詰め込んで、電撃文庫より好評発売中。ついにガンダムゲームの進化は究極へ。見える、見えるぞ。圧倒的スケールと爽快感、70機を超えるモビルスーツを乗りこなし、君は空を駆ける。まだまだ。機動戦士ガンダム、巡り合い空、9月4日発売予定。ラジダネ、シードクルーの悩みの種、一刀両断。このコーナーは皆さんの悩みの種を一刀両断、ガンダムシードのキャラクターが直接答えてくれるというありがたいコーナーです。大人になるってどんな感じですかとか、夏休みの自由研究なんかいい題材ないんすかっていう皆さんの悩みの種をシードクルーにぶつけてください、今日ラジダネクルーの悩みの種をバシッと一刀両断するのは、私ミリアリアバウト、ラスククラインハロ元気ネイビーハロです。これで続けんのそれで続けてください。それでは早速、ご紹介しましょう。ちょっと違う、おばあちゃんのハロですんだおばあちゃんだなって難しいな。ガガリです。今週のお悩みクルーはこれ、はい、いいですか。はい、私はクラスであまり過去全く人気のない女の子なのですが、そんなことないよきっと、うん、そんな私にも好きな人がいます。でもその人は年上で少し人気のある先輩なんです、うん、外見はインテリ系の真面目な人で石田明さんのようなんです。おお、内面もそんな感じ。あらららら、ら石田さんどんな印象。なんとか告白したいのですが、どうやって告白したらよいでしょうか、うん、この乙女の悩み解決させてください。あ、ということでございます。そうですか、はい、真面目な人ね、石田さんってそういうイメージなんだ、ね、なんかそっちに驚いて、面白い人ですよね、もう本当にね、年上ね、そうそう、高校1年で中3でしょ、うん、あそっか、学校も違うわけね。あそっか、別れちゃったってことか、うん、学校がね、あそうだそうだ、うん、あ難しいね。まずはやっぱ同じ学校を目指すことじゃない。あ、うん、で、うん、ハンカチ落としかな。なんだっけハンカチ落としでしょやっぱり。ハンカチ落としで、うん、っていうか知ってるのかな、彼とはこう、うん、顔見知りなの。あどうなんだろう、どうかなっていうのも問題だよね。でも顔見知りでも見知りでなくてもハンカチ落としは結構有効だと思いますよ。そう本当だって落としましたよなんてほらほら。いやどうかちょっともうさ、落としたさタイミングが悪くてさ、うん、通り過ぎちゃった自分で拾うのすごい悲しいじゃん。それは成功するまで頑張る。何回も何回もあの学校の行き帰りにちょっと前を歩く、もしくは追い抜くをしてこう、あらって、あらそれよりもさ、うん、それよりもさ、その人の前でさよろけた方がいいよ。よろける、あーって病弱のによろけるの。病弱じゃないって後で割れるかって言ってくれるじゃん、ね、ハンカチなんてさ全然タッチないじゃん、ね、なんで拾ってくれるんだったら優しい人だよ、うんいやだってよろけて助けてくれるのも優しい人だよ、うん、でもほら人がよろけてたら、うん、人として必ず助けると思う、うん、でもハンカチは、うん、いいかなって思う人も絶対いると思う、ね、うん、よろけても微妙じゃない。
ホットコーヒーはちょっと、ちょっと厳しいね。変な人って思われちゃうかな。なんかほら、あんまやらけてても大丈夫ですかお嬢さんみたいな、あんまやらなくない？ちょっとムーみたいだよね。でもそうなんかなんだろう、もう、うん、わーって倒れててうずくまってて、うん、大丈夫ですかって言うなら分かるんだけど、やらっとして大丈夫ですかお嬢さんってなかなかない。やらっときたらうわっとかなるかもわーってなるかもしれないから、そういうのはありそう。難しいよね。うん、あとはでもこれから秋だから文化祭とかね、ああ行ってみるとか、うん、いいね、遊びに行ってみたりとか、うん、そうだね。いい方法あるよ。何？写真撮ってくださいだ。もうさ、相当すぎるんだよ。押せばいいじゃん。押して押して、もう相撲のように押して、残った残ったもう押して押し上げてボンって。なんかね、これでリュウちゃんと私のアタックの違いが分かった。そうだね、リュウちゃんはストレート、私は回りくどい。でもそんなこと言ってたよね。言ってた。さあ、もうちょっと盛り上がってますけれども、じゃあ一言で、一言アドバイス言ってみたいと思います。よろしく。そしてネイビーちゃん、はい、では OK ですか。一言で、じゃあラスクから言ってみちゃおう。どうぞ。相撲のように押して押して押しまくれ、押し倒せ。それはそうだよ。そこまで言った。そしてネイビーちゃん、ハンカチをいつも持つんだ。いいの？まあ、私からはね、やっぱもう文化祭に行ってみろって感じですね。大事。ネイビーハロー難しい。加工が入るんだから本来。そうですね。本来加工が入ってんだから。さあ、アドバイスになったんでしょうか。というところで、CM の後はまだまだ続く。テレビアニメーションラストエグザイルオープニングテーマ、沖野俊太郎クラウデイジシンフォニー、好評発売中。03-3770-3699 3770-3699。どうも、何をしておる。はい、コスパのガンダム T シャツを注文しています。だからお前はアホなのだ。コスパショップへ直接行って最新作とご対面。ホームページはコスパ .com。 そうか、コスパショップへレディーゴー。バンちゃんバンちゃん、ゲットバッカーズの DVD が続々と発売されてるんだって。おう、俺のじゃがんでいい夢見せてやるぜ。じゃあ俺は雷でしびれさせてあげるね。あ、やめろ。ゲットバッカーズ奪還や DVD 絶賛発売中。よろしく。週刊レディオシード、人呼んでラジダネ。テレビアニメを見てラジオを聞く、これで機動戦士ガンダムシード思い切り楽しんでください。ラジダネではガンダムシードの声優さんへの質問、お悩み相談、そうた番組の感想など募集しています。現在出演交渉中の方は、また戻ってまいりました、アスガン役の石田明さん、そしてキラ役の星総一郎さんです。すべての宛先は、おはきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪週刊レディオシード、メールはすべて小文字で seed@vstation.net seed@vstation.net です。はい、質問の種、悩みの種などコーナー名を明記してくださいね。そしてここでお知らせ、プラモデルからフィギュアまでガンダム最新情報のことならお任せの電撃ホビーマガジン10月号では、テレビアニメシリーズも佳境に入った機動戦士ガンダムシードの60分の1フリーダムガンダムをはじめ最新商品を速攻レビュー、モビルスーツインアクションザク2高機動型の応募者全員サービスも嬉しい、電撃ホビーマガジン10月号8月25日発売です。そして、はい、バンダイビジュアルからのお知らせです。先週もお伝えしましたけれども、8月の23日24日と幕張メッセで開催の C3 でバンダイビジュアルブースやメインステージにて機動戦士ガンダムシードの声優さんたちによるトークやライブを行います。ということで、ぜひ遊びに来てください。来てください。そしてもう一つ、8月22日に DVD 第6巻、そして9月26日には第7巻が発売されます。第7巻には第28話のディレクターエディション、福田監督によるラスト約5分を再編集した特別映像を収録しています。何それ、どうなってんだよ。何なの、分かんないけど。ね、とにもかくにも。とにもかくにも。とにもかくにも。ぜひ。あのトークやライブ、はい、イベントね、うん、あのぜひ足を運んでいただければ、はい、ぜひぜひ頑張ります。といったところで、あっという間にラジダネエンディングです。はい、2週間どうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。楽しかったです。
ったですよ。さあ、そしてですね、気になる来週のウィークリーパーソナリティは、ナダル、そしてフレイ役の小島宝子さんです。はい、じゃあお二人からぜひメッセージを。はい、どっちかいる？はい、じゃあ足、うん、はい、足。いや、私フレイラブなんですよ、実は。はい、どうぞ。もう踏んでください私を。M さん、はい、M なんで、はい、コウコさん、すいません、引かないでください。フレイラブの、ナックスクライン役、田中理恵でした。そして、はい、敬愛する我が先輩、桑島宝子様、今度デートしてください。なんだよ、ね、なんだよ、意味がわからん。どうしちゃったんだ。さあ、これに桑島さんは一体何と答えるんでしょうか。楽しみでございますけれども、はい、さあ、それでは皆さん、今日はこの辺で、来週のこの時間にまたお会いしましょう。お相手は豊口恵と田中理恵と新藤直美でした。 See you next week!